私が教官の天野雄一です。よろしく。はい。ワットレトロゲームチャンネルです。今日は天野雄一先生に教習を受けたいと思います。で、カットして。おはようございます。教習を始めますよ。シートベルトは忘れないでください。それじゃあ発進してください。左右の安全を確認してください。発車します。そのまままっすぐ走行してください。次の角を左折してください。次の角を左折。その状態を維持してください。で、こんな感じで減速して一時停止してください。そのまままっすぐ走行してください。上り坂の途中で停車してください。アクセルから足を坂道発進をしましょう。アクセルペダルをゆっくり踏んでください。アクセルから足を離す。とりあえず OK です。スピードを落として一時停止して。まあこんな感じです。ウインカー出して、次の角を左折してください。内輪差に注意してください。合図を出し忘れました。アクセルから足を離して。こんな感じです。そう、その調子ですよ。次の角を右折してください。ゆっくり右側に寄せてください。ハンドルをゆっくり右に回してください。まあこういう感じでそのまままっすぐ走行してください。ハンドルをゆっくり右に回してください。左ウインカー出して、上り坂の途中で停車してください。坂道発進をしましょう。あ、こんな感じです。とりあえず OK です。減速して一時停止してください。で、まっすぐ行きます。次の角を右折してください。内側に注意して。次の角を左折してください。一時停止してちゃんと安全確認してください。車庫に車を入れてください。減速して。あ、こういう感じですね。ハンドブレーキを引いてください。お疲れ様でした。素晴らしい運転でしたよ。合格。ああ、95点。まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。